株式会社ナッシュスタジオは大阪市北区の音楽制作会社。主に業務向けの BGM、効果音等、サウンド素材の制作、販売を行っている。代表は作曲家の横山美香。1994年に大阪市北区に本社を置く株式会社サウンドワークスから分社独立する形で設立。サウンドワークスの一事業部であった1983年。 テレビラジオ等の放送関係、広報ビデオなどの業務に使いやすい音楽カテゴリーに絞り、著作権ロイヤリティフリー音楽ライブラリー、ナッシュミュージックライブラリーの制作、供給を開始。著作権、著作隣接権等、すべての権利を集約した音楽作品のラインナップを揃え、ユーザーが使用しやすい契約体系を構築。創業から、ほぼ一貫して、自社スタジオで、 オリジナル制作された独自の音源のみを取り扱っている。受注、受け負い制作ではなく、自社オリジナルの音楽作品を作って、独自の音楽ライブラリーを所有し、販売も自社で行う。著作権ドイヤリティフリーのビジネスは、映像業界の知人と雑談している際、音楽の権利処理の煩雑さに制作現場が困っていることを耳にしたことから発想したと、 公益財団法人大阪市都市型産業、振興センターが運営するクリエイター支援施設、ミビック大木町のインタビューを受けた際にナッシュミュージックライブラリーの創業者であり、現ナッシュスタジオ音楽制作顧問であるナシキヨシナリが明らかにしている。2000年にダウンロードサイトによるネット販売をスタート。ナッシュミュージックライブラリーの楽曲は国内を中心に番組、 CM、ゲーム、イベント、動画、店舗 BGM 等、様々な場面で日常的に耳にすることができる。2012年には、和風音源をフィーチャーしたプロダクション音楽ライブラリー、G-Peast を国内外の放送局向けに供給スタートした。2018年には、店舗オーナーやライブ配信者等の一般ユーザー向けに、ナッシュミュージックライブラリーの楽曲を配信する。 月学生の BGM ストリーミング、ナッシュ音楽チャンネルのサービスを開始した。ありがとうございます。